エブのチャンネル登録よろしく。おはようございます。どうも、岩さんです。のむにです。りょう。ということで、今日はなんと F ノア初の動画遠征にうちのカメラマンのコウさんが行ってるようで。行ってるんですね。行ってるんですよ。あらー、素晴らしい。京セラドーム。京セラドーム。はい。今日なんとその京セラドームに行っているコウさんと中継をつなぎまして、あー、なるほど、リアルタイムでやり取りしちゃう。はい。あの、よくここに出てるライブってやつですね。あ、あるね、あるね。ね、あれでね、コウさんとつなぎまして、はい、京セラドーム、外から、中から、また外まで、リポートしていただこうかなと思います。いいですね。はい。え、もう、つながるんですか、これ。もう準備は、はい、できてますね。ちょっとやっていきます？やっていきましょうね。やっていきますか。はい。じゃあ、現場のコウさん呼んでみますか。お願いします。では、京セラドームの、コウさん！おー、コウさんですよ。来ましたね。はい、やってきました。京セラドーム。F ノア初の遠征。京セラドームやってきました。おー、すごい。すごいですね。で、入り口が2箇所あるということで、2箇所？はいはい。場所が全然わかりません。あ、わかる。そりゃそうだよね。初めて、初めてですからね。こっちが内野です。内野がこっち。こさん、その方は、どなたですか？お子さん？お連れさん、まあ、さん、どっちに行ったらいいか全然わかんないんですけども、はい、とりあえず適当に向かっていきたいと思います。あ、適当に入れるのか。お返しします。あ、はい、あ、はい、はい、はい、あ、お子さん、お子さん、お返しっていうのはあれ、お子さん、そこ今どこですか？なんかジャラジャラ音がしますけど、コウさん、さん、後ろにガスタンクあるんですけど、大丈夫ですか？そこ大丈夫ですか？ちょっと中継が乱れてるんですかね。まあね、札幌と大阪なんでね。まあまあまあ。音声届かないこともあるかも。コウさん、もう映ってますよ。映ってますよ、コウさん。コウさん、届いてないのかな？気づいてない？ないかもしれないね。ね、ちょっと。京セラドームの近くにガスタンクある。え、なになに、なんですか？はい、解除時間になりました。お、これからいよいよ入っていきたいと思います。あ、お願いします。はい、お願いします。お、あ、入ってきましたね。入ってきましたね。入ってきました。はい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 。全然場所がわかんないんでね。初めてですからね。まあ、しょうがないですね。お、これから入場ですか？コウさん、今何を？あ、検温ですよ、検温。あ、検温してるの。はい、はい、ありがとうございます。入って右側の方に。中にスタッフおりますので、また聞いてください。はい、ありがとうございます。はい、テポテの中入ってきました。おー、なるほど。すぐ目の前がもうグランドですね。すごい、すごい。やっぱドームと違うね。違いますね、見える景色が。ね、札幌ドームってさ、外で検温するじゃん。今中で、中でやっちゃってましたね。はいはいはい。コウさん、席はどの辺になりますでしょうか？コウさん、今日どこに座る予定ですか？あれ、あれ、ま、いや、室内だからやっぱ電波悪くなるのかな。ちょっと電波悪いみたいです ね。コウさん、無言の時間がちょっと多いようですが、あの、これラジオだと放送事故になっちゃいます。34ですね。あ、34。あ、見つかったらしい。あ、よかったよかった。来ました。あー、よかった。はい、すごーい。よかったです、よかったです。札幌ドームと座席違う。背もたれがない。ないね。コウさん、これ背もたれないのは辛かったりするんでしょうか？コウさん、座席の座り心地とか教えていただけるとありがたいんですけども。え、なんか、険しい目をしてる。座席に着いたってことでね、試合見ていきたいと思います。え、コウさん、コウさん、座席座り心地どうですか？ここでご注意をお知らせいたしま
コさん、今何をしてるの？ポルトムと違って、周りは静かです。周りは静か。なるほど。お返しします。コさん？お土産屋さんですか？見てください、これ。これお土産屋さんですか？ですね。実はね。コさん、そこグッズショップですか？よいしょ。折れたバットをリサイクルした割り箸。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。これいいね。かっ飛ばし。折れたバットが割れば、割れ箸じゃないよ。ああ、なるほどなるほど。リサイクルされて、選手が使って折れたバットを箸にしてるんだ。リサイクルね。これいいね。これいいですね。こんなグッズ売ってるんだね。札幌ドームでは見ない。見ないね。あれ？コさん？コさん。あとはね、明日飛行機乗って帰れたらいいなと思います。元気ないですよ。はい、どうしました？帰ります。コさん？あれ？コさん、その肩なんですか？その紐なんですか？え？コさん、そのパラシュートなんですか？あ、来ました。来ましたね。京セラドーム3連戦。お疲れ様でした。お疲れ様です。で、初のね、F の遠征ということで、ね。なんで？僕一人で行きました。遠征に行った。遠征に行った。この3連戦の結果、はい、1勝2敗ということで、僕が骨折して終わるという。骨折ですか？何やったんですか？コさん。大丈夫ですか？コさん？じゃあこの辺でね。何？帰りたいと思うんでね。コさん？コさん、靴。スタジオさん。返されても困るんですよ。上記法をちょっと説明していただかないと。コさん？コさん？コさん？あれ？あれ？中継が途切れちゃいましたね。ちょっと状況が把握できないですけど。ないですね。どう？って何が起こったんですかね。たんです。心配ですね。かね、これは。ちょっと現地で何もなければいいですよね。いいんですけども、はい、何やってんすか。いや何やってんすか。放送席ヒーローインタビューです。今日のヒーローはりょうさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね、ファイターズのファンになって試合に行くとこんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、りょうさんでした。